こんにちは。吉田松陰先生に限らず世の中の偉人と言われている人はあ確かにそうだよねって言葉を残してくださいますよね。でもこれ正確に言うとそういう言葉に気づかされたんではなくてもともと私たちがね持っている概念なんですよね。それをふとしたタイミングで思い出させてくれるわけなんですよ。だから忘れまえ忘れまえとする人がいつも言葉にしてくださるおかげで私たちはその言葉を受け取った瞬間に あ、確かにこんなことを自分も考えていたなって思い出すことができるんでしょうね、きっとね。百聞は一見にしかずみたいな言葉もありますけども、確かにいろんな噂話を聞いても、真実を見るのとはだいぶ違いがあると。まあ、そういうのも知ってはいたんだけども、ついついね、ネットで検索して情報が出たら、あ、そうなんだと思っちゃったりとか、人から聞いた噂話を鵜呑みにして、それこそ食べログのね、星が5つだったら、 自分でも美味しいと感じるはずだ。もしくは星5つなら自分も美味しいと思わないと自分の感覚がおかしいんだっていうふうになっちゃったりするわけですよ。つまりは人の情報に随分ね、毒されているところもある。でも同時に人の情報に救われているところもあって、じゃあどの情報を救い取っていけばいいのかっていう選択眼がね、受信力がね、私たちに求められているんだろうなと思いますよね。それでね、やっぱ思うんですけども、まあ50を前にして思うんですよ。 な確かに幼い頃は夢を持ってこの社会を見ていたはずなんですよ。社会の矛盾に気づいてそこに果敢に挑戦しようとしていたはずなんですけどもあるところから自分の夢ととね話しし合合っってて折り合いをつけてしまったと自分にはそれは無理だよと。じゃあそこそこの目標に切り替えていこうかなっていうふうに妥協してしまったんですよね。でもなんかね未だに 人に割られるぐらいの夢を語れるって、実はとっても大切なことであり、幼い頃の気持ちを素直に保ち続けてるんだろうなと思うんですよね。そう考えると私はね、やっぱり幼い頃に、あの、家族を作って、そこで、いいお父さんをね、やっていきたいなと。そこそこ親孝行もして、豊かに自由な時間を持って、日々家族に囲まれて、なるべく 仕事や他者との距離を保ってですねそうやってやっていこうかなと思っていたんですけども30代で現実を知りそして40代を前にしてね自分の力量では無理だなと目の前にあるもので満足した方がいいんだろうなっていうふうに自分の希望や夢をね押し込めていたところがあるんですよでも今50を前にして思うのはあ結構叶えられるもんだなとかね思いましたよね。 あの前澤友作さんが宇宙旅行をしましたよね100億円かかったそうなんですよでも100億円が稼げない払うのが惜しいと思えばその夢は永遠に叶わなかったんですよね宇宙行ってみたいな行かしてもらえる人がいるんだテクノロジーが時代に追いついたなと金もあるな行こうかなみたいな感じですよねこれわずか数十年前だったらいくらの大富豪でも宇宙に行けなかったはずなんですよ100年前 億万長者だってても、もいくらお金出しても宇宙に行けませんでした。でもきっと今の時代はお金さえ払えば宇宙に行ける時代なんですよねでもっと時代が進むとあんまりお金なくても宇宙に行ける時代も来るかもしれませんそれこそ学校の修学旅行で月を見に行くみたいなねそんなツアーも組まれるかもしれないですよねでも私たちの寿命,寿命は短いんで未来に期待してはなかなか叶えられないものもあると思うんですよ であるならお金があれば叶えられるもんならお金がお金を稼いで叶えたいなと思うんですよねテクノロジーは追いついてるわけですからで私はねやっぱりこういろんな夢の中でナイトライダーに乗りたいと思ってたんですよ少年の頃は無理でしたでも今はお金さえ払えばナイトライダーになることができるんですよねそう考えていくと子供の頃に持っていた夢をいつの時点か忘れてしまったんですけども インターネットを通じて、あれナイトライダーに乗ってる人がいるよ。え売ってるとこがあんのじゃあ俺もみたいな感じになりましたよね。あ金あるなと。うん、大丈夫だなよしっていうことで、スケールは違いますけども、前沢友作さんがね、100億円で宇宙に行ったのと同じぐらい私は、自分で、自分のなりたい自分になったかなと。50代になったらね、どんなことを自分が叶えてくれるのかなと非常に 自自分自身に頼もしく思ってますねだからますます足場を固めていこうかなと思います昨日も即下塾の入塾をいただきましてこれで12月の入塾者は9名ということになりましたありがとうございますあと5日間ほどありますんでまだまだ申し込みがあるといいなと思うのと同時に大みそかはねまた速下塾の整列をやっていこうかと思います速下塾は新展開になりますよろしくお願いします